はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はこちらロサンゼルスのハーレーダビッソンのお店の方に来ています。で、今日はちょっとロサンゼルスのハーレーのお店の様子を動画にしていこうかなと思っています。で、今日は1月の19日なので、まだね2024年モデルは発表されていないんですけども、まあ、その辺のモデルとかもあったら見ていこうかなと思っていきますので、最後までチェックしていただければなと思います。で、ロサンゼルスの中にもいくつかディーラーがあるんですけども、ここは今ロミータという場所のディーラーとなります。まあ、このお店は何度か来てパーツも買ったりしているのでお世話になっているお店なんですけども、ちょっとね今日はロサンゼルスのハーレーのディーラーの方をチェックしていきたいなと思います。はい、そんな感じでちょっとお店の外の様子からね撮っていこうかなと思います。外にはねこんな感じでもうたくさんのハーレーが置いてあります。この辺はねファットボーイとか、あとはヘリテージとかで、あとはね目の前にはロードグライドもあったりします。まあ車両はね本当ハーレーのねディーラーなのでたくさんあるんですけども、まあ日本のディーラーよりもやっぱりね車両の多さはあるなっていう風に思いますね。で、お店のね外観はこんな感じで、もうアメリカンな感じで、奥にはねピットがあって、まあ、ピットもかなり広そうなんで、いろいろね作業スペースも確保できていいのかなと思ってます。ちょっとお店の中行ってきます。はい、お店の方に来ました。お店の方の許可を得て撮影をさせていただけることになってます。そんな感じで目の前にはブレイクアウトがあります。あとこちらにはねスポーツがあって、こちら側には、ね、ツアーラーがあります。ちょっと手前から行ってみたいなと思います。まずブレイクアウトですね。これはバハオレンジですね。多分これは23年モデルのカラーだと思います。値段は21,924ドルです。約22,000ドルなんで325万円ですね、今日の為替ですと。なのでまあ日本とねそんな変わんないんですよね、値段が。アメリカ製だからアメリカが安いっていうこともなく、日本の価格がアメリカと価格と今イコールになってる感じですね。で、こちらもブレイクアウトですね。ブレイクアウト実はねアメリカで実は売ってなかった期間があって、新しくなってからねまたアメリカでも売るようになったんですけども、非常に綺麗でスペックはね特に変わらないですね。まあ、強いて変わるとすればこの反射板が黄色ではなく赤になってるっていうぐらいですね。一応アメリカはね反射板つけないといけないので。で、こちらも、ブレイクアウトブラックですね。で、2024年モデルから黒がねオプショナルカラーになって少しね高くなったんですよね。グレーがストックのカラーになって黒はオプションです。なのでね黒欲しい方はね2023年モデルを買うとね少しリーズナブルに買えるかもしれないです。で、こちらにはねヘリテージがあります。ヘリテージも普段ね実車を見ることがあんまりないので、こうやってね見るとちょっとねやっぱ渋くてかっこいいなと思いますね。ブラックアウトされてるのがね特徴的で、まあドラムではないんですけども、ドラムっぽい飾りもついていたりして、まあちょっとやっぱりレトロ感がある感じで渋いなと思います。もう少し大人になったらねヘリテージも挑戦したいなと思ってます。で、こちらはおなじみのローライダー S ですね。で、こちらはねバックがついているんでオプショナルのモデルになるかなと思います。ローライダー S に関しては2万ドル切ってますね。19,549ドルということです。まあ、それでもね日本で買う値段とほぼ変わらないっていうのが面白いかなと思います。で、こちらもローライダー S ですね。ローライダー S は結構余ってますね。日本でもちょっと余ってるっぽいんですけども、まあ、アメリカでも同じようにねローライダー S は在庫があります。で、このポイントカバーが、カリフォルニアハーレーのオリジナルのポイントカバーになっていて、ここがちょっと可愛いなと思います。ここはね普通はハーレー純正のものなんですけども、
まあ、ここはねショップオリジナルのものに変わっています。でこちらは同じくローライダー S のホワイトサンドパールですね。白も黒もまだアメリカにはね在庫があるって感じ。まあ日本でもねホワイトサンドパール若干在庫あるっぽいんで、自分もグーバイクとかで見た時はねあったんで、あのホワイトサンドパール自分も持っててすごいかっこいい色なんで、気になる方はねチェックしてみるといいかなと思います。これも2023年モデルなんで、2024年モデルにはない色なんで、ぜひねあの気になる方チェックしてみてください。でこちらには、スポーツタイプですねモデルがあります。スポーツスター S とナイトスターの2種類があります。アメリカでスポーツモデルはねあんま見かけないんで、やっぱり数もね少ないですね。でこちらは、スポーツスター S のホワイトサンドパールです。まあ、これも限定のカラーリングですね。こちらはね$17,049 ということで、まあ、この辺もね多分日本と値段はね変わんないかなと思います。あとこちらにはね、グレーがあって、奥にはね、ブルーがあったりします。もう全色揃ってるっぽいですねスポーツスター S に関しては。でこちらはナイトスターですね。ナイトスターも青があってオレンジがあって黒があってっていう感じで、結構ねカラーバリエーションは在庫もねたくさん用意されています。ナイトスタースペシャルは$15,649 ですね。まあナイトスターもねあの少しねあの日本では値下がりした部分もあるので、多少ね買いやすくなったバイクかなと思います。アメリカでは1台も見たことはないですね走ってるところは。でこちらにはねソフテルのバイクがいくつかあります。これはソフテールスタンダードですね。ソフテールスタンダードって普段ディーラーにも、ね、在庫していることがあんまないので、実車をね見る機会ないんですけども、こうやって見るとねすごいアメリカライクな感じで、昔のハーレーっぽい感じで、このタンクのね赤いロゴとかがねすごいかっこいいなと思います。カスタムベースにはねほんとぴったりな時代かなと思います。で続いてストリートボブですね。ストリートボブも赤と黄色と黒があります。ストリートボブもね日本ではね結構人気あるので、いろんな人が乗ってますね。アメリカはあんまりストリートボブ見かけないかもしれないですね。なぜかやっぱり M8 よりはツインカムを見かけることが多いので、あんまり M8 自体のバイクあんま見ないですね。でこちらも$17,749ということで、あんまり日本と変わらない金額かなと思います。であとこちらはね自転車ですね。ハーレーのディーラーはアメリカではね自転車も売ってます。これはね電動自転車なんですかね、子供用の自転車があります。ハーレーのワックスカラーのオレンジの自転車があって、かわいいですねこれは。ブレーキもしっかりディスクがついて、ちっちゃいキャリパーがついてます。でここにはねロゴがついていて、こういう子供も遊べるツールがあるのがねアメリカっぽいなと思います。でその隣にはね大人用の自転車があります。これも多分電動自転車だと思います。$5,000しますね。ちょっとバッテリーの容量とかはよくわかんないんですけども、ラッシュという自転車だと思います。まあこのフレームのところにねハーレーダビソンのロゴが書いてあるので、まあコラボ商品っぽいですねこれは。まあハーレー自社で作ってるというよりは、ハーレーと自転車メーカーのコラボの自転車だと思います。まあ$5,000の自転車ってなかなか高級なんですけども、まあこういう面白いアイテムがあるのもいいかなと思います。でその横にはトライクですね。アメリカと日本では多分トライクの作りが逆なのかなと思います。アメリカはバイクの右側にねこの助手席みたいのがあるので、トライクも結構見ますねアメリカは。やっぱ道幅とかガレージがみんな広いんでトライク乗ってる人多いです。これはリミテッドエディションの23年モデルのハイウェイキングですね。このオレンジの色がめちゃめちゃ綺麗 でここにはねサイドカーのステッカーが貼ってあります。で114のエンジンが入っていますね。結構クラシカルな感じで
助手席のシートも良さげなレザーが入っていたりしてます。このバイクのシートのね、白の差し色もね、すごいアナログ感があっていいかなと思います。多分昔のハーレーもね、こんな感じの白でねリリースされていたと思うんですけども、まあ大体のバイクは黄色くなってしまって、まあそれもね経年変化かなと思うんですけども、まあこんな感じでクラシックタイプのリミテッドのねバイクもあったりします。でこちらはスワラですね。トライクがあってストリートグライドがあって、奥にはねローライダー ST ですねもありますね。あとはロードグライドも奥にあります。さっきも言ったんですけども、アメリカはねこうサイドカーとかトライクがね結構走ってるんですよね。日本だとほとんど見ないんですよね。まあ自分住んでるところが関東圏っていうところもあるんですけども、あんまりこうトライクとか見ないんですけども、アメリカはちょっと田舎の方行くと結構トライクで走ってる人も多いですね。これはねロードグライドのトライクですね。こんな感じでグレーですね。これもしかしたら2024年モデルのストックカラーのグレーと一緒かもしれないですね。淡い感じのグレーです。こちらにはねローライダー ST があります。こちらはストックの黒で、その隣はこれは2024年モデルのグレーがありますね。これが多分ストックカラーなんですよね。やっぱガンシップグレーよりはちょっと淡い感じのカラーリングで、まあこれはこれでいいんじゃないかなと思います。はい、2024年のストックのカラーはこちらのグレーとなります。でその隣にはニューカラーのレッドがあります。本当に赤というよりはちょっとね黒い要素が多く入った赤かなと思います。なんか粘土みたいな色ですね。まあ、全体的に見るとこんな感じです。この色が確か2024年のローライダー ST の中では一番ね高いカラーリングだった気がします。なかなかねこのカラーリングを早く見れるのがねアメリカならではかなと思います。で奥にはねロードキングが5台あります。青、黒、黒、赤、白ですね。なかなかこんなにたくさんロードキング一気に見れることもないのでいい感じですね。でロードキングの値段は 25,949 ドルということで日本の値段と変わらないとは思います。一応ローライダー ST の値段も載せておきます。 24,349 ドルということです。 ST はねアメリカでたまに見ますね。日本でハーレーが売れるっていう風によく言われているんですけども、まあ、そういう風にね言われる理由もなんかアメリカに来るとわかる気がします。そのぐらい日本はねハーレー乗ってる人が多いですし、そもそもねバイク人口がやっぱ多いですね。そんな感じでちょっともう少し奥に行ってみようかなと思います。これはね2023年モデルのストリートグライドですね。なんか23年モデルと24年モデルがこう入れ子になって売ってる感じですね。でアメリカはストリートグライドとロードグライドに関しては S がついてない無印のものも売っていて、それがね結構安いんで結構乗ってる人が多いですね。こちらにはファストジョニーのロードグライドがあります。ファストジョニーもね特別な色なんですけども、アメ車っぽい感じのカラーリングで日本でもね人気がある限定カラーです。ファストジョニーはね 33,099 ドルということで、まあやっぱり特別なカラーリングなので、ね、少しねお高い価格帯かなと思います。でこれがさっき言ったロードグライドの S が付いてないやつですねが売ってます。値段は 24,149 ドルということで、まあ、ツアラーにしてはね安く、ソフテールとかよりもね安いモデルなんですよね。ただエンジンがね107なんで少し小さめなんですけども、このバイクはね結構アメリカ見ますね。レッコには120周年モデルの
ストリートグライドがあります。やっぱり塗装がめっちゃ綺麗ですね。あんまり120周年モデルもね、走ってるとこ見たことないんですけども、皆さん乗ってるのか否かっていうとこですね。でアメリカのハーレーのディーラーにはビューエルがありますね。まあ、ビューエルちょっとご存知ない方もいるかもしれないんですけども、まあ、ハーレーの、ね、エンジンを積んだこういうスポーツバイクが昔ありまして、ちょっと一回会社としては縮小したんですけども、また最近盛り返してきて、新しい FXR とかもねこのビューエルから出るそうです。手前のバイクはストリートファイターと呼ばれるタイプのものですね。軽そうですね。なんかこれも多分水冷のエンジンで、このサイドカバーのところにはねファンがついていたりしてます。でビューエルのロゴで1190と書いてあるので 1190cc だと思います。スポーティーながらストリートファイター感があって、非常にねこれもかっこいいなと思います。でビューエルの2代目ですね。ビューエルの2代目はこちらスポーツタイプのバイクですね。こちらさっきのバイクよりは非常にスポーティーな感じで、エンジンは多分同じっぽいですね。1190なんで 1190cc のバイク、かなりね前傾になってますね。もうこちらは23,985ドルということで、結構いい値段はしますが、まあ、ビューエルのバイクね日本売ってないので、ちょっとね今後もアメリカでチェックしていきたいと思います。このタイヤ周りがねすごいんですよね。キャリパーめちゃめちゃでかくて、ディスクもでかくて、まあシングルディスクなんですけども。でこっちにはスポーツスターですね。アメリカはまだねパパさんとかいろいろ売ってるんですよね、法律的に問題ないので。こちらはアイアンですね。パパさんが11,349ドルということで、パパさんはね見たことないですね、アメリカで走ってる人ほぼ。まあ、ヴィンテージのパパさんとかはあるんですけども、やっぱり排気量大きいバイク乗る人が多いですね。で少しね奥に来たんですけども、お店の中はこんな感じで結構ね広いんですよね。ここはまあカリフォルニアのロスのね中なので、そんなにねお店としては広いスペースはないはずなんですけども、まあでも結構ゆったりしたスペースはあります。でここにはね、ショベルヘッドあります。これはアイアンですね。アイアンが飾ってあります。結構アメリカのディーラーは旧車も展示してあったりとかして、そこはねちょっと日本と違うかなと思います。でここにはねパーツ類ですね、ケミカル類、まあフォークのオイルとか、まああとはクリーナー関係、もう見たことないメーカーのクリーナーとかありますね。でここにはね日本でもおなじみの K&N のオイルフィルターで、フィルターのオイル、まあ、あとクリーナーとか、まあいろいろあります。日本でおなじみのねワコーズは残念ながらアメリカにはないんですけども、こちらにはねハーレー純正のケミカル類があります。まあ、自分はねあのプレクサスを使っているので、アメリカでもねプレクサスは売っているので、プレクサスをメインで使ってますけど、やっぱりこう洗車道具がね本当非常に豊富にありますね。多分日本で売ってないものもあるんじゃないですかね。オイルフィルターもこんな感じで M8 イーボスポーツ、あとツインカムと分かれているので、非常に親切な感じですね。であとはねサードパーティーのパーツもたくさん売ってます。例えばね日本でも人気のサドルメン、これはねあのサンディエゴカスタムズのシートだったり、日本だとなかなか実物を見て決めることができないんですけども、アメリカのディーラーは結構実物がたくさんあります。この辺はハンドルですね。これはね純正なんですかね、ちょっとわからないんですけども、ドラッグスペシャリティーズのライダートップとかもありますし、これはね LA チョッパーズのハンドルがあります。でこんな感じでドラッグスペシャリティーズのレバーがあったり、ドラッグスペシャリティーズはねあの純正より少しリーズナブルなので使ってる方も多いんですけども、まあ、こうやってねディーラー来てサクッと買えるのがいいかなと思います。この辺は純正のパーツですね。
純正のパーツがあって、あとはねクリア金のコーナーもあります。まあ若干マニアックなパーツもね実は結構あって、そういうパーツもあるし、バックヤードが広いのでまだまだねここには展示されていないパーツもたくさんあるかなと思います。これはね自分が日本でファットボブにもつけているドミニオンコレクションのミラーですね。209ドルということでやっぱちょうどいい感じの値段ですね。そんな高すぎず3万円ぐらいですね。まあ日本だとこういうミラーも6万円とかちょっと値段わかんないんですけど、多分倍ぐらいの値段で売ってると思うんで、まあアメリカに来るとね結構リーズナブルに買えるのがいいかなと思います。でここにはねパフォーマンスマシーンのグリップがあります。パフォーマンスマシーンのねグリップは125ドルなんで、まあ、もちろんね日本で買うよりは全然安いんですけども、結構いろいろ見たことないようなこういうブロックに分かれてるタイプもあったり、あとはこういうソリッドのブラック、あとはメッキ、ほんとねいろいろあります。でこの辺はフットペグ周りで、フットペグもねこんだけ種類あるんでいろいろ見ながら選べるのがいいですね。でレバーもあって、電熱のレバーとかもねあるのかもしれないですけど、ロサンゼルスはね電熱使うほど寒くならないんで、多分何もヒートグリップとかいらないかなと思います。あとここにはねクリアランスのものもあります。まあやっぱり若干古めのパッケージですね。ライト系がここでは結構クリアランスになってます。でここにはね純正のパーツのクリアランスもありますね。まあ日本でもたまに 20% オフとかやってることもありますけども、アメリカでもね同様にクリアランスセールをやってます。ここにはブレーキのディスク、これは多分ねクリアランスになってないものですね。いろいろあります。なんか普段見たことないようなパーツがたくさん転がっているので面白いですね。スワップミートもそうですけど PM のキャリパーがあります。ここにはねあのゲームもあります。これもハーレーのゲームですね。で上にはねアパレルがあるんですけど、まあアパレルはちょっと今回はスキップします。あとお菓子も売ってますし、ジュースも売ってます。でバックヤードがねこの奥にあるんですけども、多分相当広そうな感じですね。なんかこの前バッテリー買った時ももう奥からすぐサクッと持ってきてくれて、非常にね頼りがいがあるお店かなと思います。はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。今回はハーレーダビソンのロミータのお店に来ました。ショップのスタッフの方もね非常にフレンドリーで、なおかつねすごい丁寧なので、こちらのお店ねぜひねロサンゼルス来た方は来てみてはいかがでしょうか。このチャンネルではバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。